どんぐりの山には偉大なる作曲家がいます。その名もアマデリス・モーツァルト。もみじ山にも偉大なる作曲家がいます。ルードヴィヒ・フォン・ベートーヴェンです。二人は古くからのライバル同士。さて今日は新曲完成のお披露目です。どちらの山もお客さんでいっぱい。どんなコンサートになるのかしら。ドイツ民謡山の音楽家モーツァルト作曲トルコ行進曲、ベートーヴェン作曲交響曲第5番、モーツァルト作曲アイネ・クライネ・ナハトムジークより山の作曲家。それではどうぞ。